おっしゃったようにグラフィックデザインっていうのは何かをまあ伝えたい人がいて何かを伝える、だけれどもそこにいろんな方があるので、ある意味のまあ制約といいますか、あの、そうですね、自由にやっていいよっていうわけではない制約がある。ただその牧子さん自身としてはグラフィックデザインっていうのも何かを表現する、現実的にまあ一つの伝達手段のツールとしながらも、あのあれですね、表現するところだと思ってるんですけれども、あの何かその中で、まあ、さ先ほど八代さん自身の世界観はあまり関係ないとおっしゃっていたんですが、はい、あの何かそのグラフィックデザインを通じて、まあ、ある意味の自分の中のアーティスティックな部分で、表現についてこうこだわりといいますかお考えはありますでしょうか。そうですね、そのなので実は本当に自分の世界観っていうのは本当に僕は重要視していなくて、やっぱり相手の持っている世界観とか、何を目的に対して僕はそれに回答を出していくっていう形なので、デザイナーとして表現するときと自分が表現したいときっていうのは完全に切り分けて考えてる感じですね。そうなんですね、なるほど。ただその中でどうしても出てしまう自分の手癖だったりとか、誓ってきたものっていうのが僕はデザイナーの個性なんじゃないかなっていうふうに考えてます。なるほど、わかりました、ありがとうございます。そうか、じゃあご自身の例えばじゃあご自身で持ってらっしゃるレストランなんかもやってらっしゃるんでしょうかね、その何か作るっていうか、ヤシオ色一色と言いますか、ヤシオさんの、ね、自分がクライアントだったので自分のお店を作るときは、その時は 100% 自分がやりたいことをやりました。楽しかったです。そうですね、わかりました、ありがとうございます。でそうなると、まあ、グラフィックデザインに関しては、まあ、お仕事一緒にされるような仲間といいますか、そういう方はいらっしゃるんでしょうか。そうですね、やっぱりグラフィックデザインって言ってもいろんな領域があるので、そうやって、まあ、写真家の人に写真を頼んだり、映像を頼んだり、イラストを頼んだりっていうので、僕はまあ写真が撮れるわけでも絵が描けるわけでもないので、そういう時は、まあ、そのアートディレクターとしてその必要なパーツを集めてきたりするような作業もしますね。あ、なるほど。で例えばその、まあ、ご自身の方がグラフィックデザインをされるということで、あとその他の要素が入ってくる、でそうなるとそれを見てからご自身の最初のやっぱデザインが変わっていったりとかいうステップがあるんでしょうか。そうですね、あります、あります、もちろん。今回は写真で表現したいなとかっていうふうになれば、あの人はこういう写真得意そうだなっていうので、その人に発注かけて一緒にプロジェクト組んでっていう形になりますね。そうなんですね。じゃあプロジェクトごとにそういうふうなご関係のある方からこう選んだりというか、できていくチームという感じなんですね。そういうことになりますね、はい。なるほど。じゃあ今の話で言うと、まあ、お仕事仲間といいますかチームの方はこう違う分野のことをこう補完しながら作り上げていくっていう感じっていうケースが多いですね、はい。分かりました、ありがとうございます。で、まあ、あとそのそういうふうなお仕事をされていくとき、まあ、お仕事なのでご自身で例えばある意味こう営業ですよね、そのお話をして新しい方にお会いしたりとか、まあ、お仕事は自分で取ってきたりとか人から来たりってこともあると思うんですけど、そういったことは普段どういうふうに活動されてるんでしょうか。僕の場合は仕事を一本やると結構仕事っていろんな複数人が関わってるんですよね。2社、うん、3社関わってる仕事とかもあるので、その時にやっぱり結果を出すと、その直接のクライアントじゃなかった方が次、うちの仕事もやってほしいみたいな形で、結構そういう流れでお仕事もらうことが多いです。なので直接飛び込み営業みたいなことは一回もしたことがないっていう感じですね。そうなんですね。あ、でもそうやってつながりでこうやって、はい、うんですね、はい。なるほど。なんかちょっと漠然とした質問なんですが、こう今までされて、はいはい、グラフィックデザインってお仕事される中で辛かったこととか、なんかこう一番ご苦労されることっていうのはどういうことでしょう。6年前に独立したんですよね。もともと10年ぐらいサラリーマンでデザイナーやってまして、でやっぱでも独立しないとダメだなっていう時期がありまして、ただその1年目がやっぱあまりにも仕事がなくて、その1年は本当に辛い思いをしました。大変だったです。本当に、いや、一月の稼ぎが10万円ぐらいしかないみたいな月があって、そうなんですね、はいはい、子供ももう当時生まれてったので、妻に
なんて言おうかなみたいな話してね。今月10万円しかないんだけど、ごめんねみたいな。ありましたね。はい。1年目は大変でした。はい。ですか。まあでもまあ、最初の1年ぐらいがそういう辛い時期が続いて、でもだんだん軌道に乗り始めて。そうですね。はい。その今におっしゃってた、これは独立しないとって思われた、それはどういうことだったんでしょうね。結局会社でやってると会社の仕事なんですよね。なのでやっぱりデザイナーになった以上、やっぱり自分の仕事として仕事がしたいなっていうふうに思ったっていうことですね、単純に。はい、わかりました、ありがとうございます。で、これもまたちょっとバクとしてるんですけれどもデザインをされるときにこう一番高揚する、心が踊ることっていうのはどういうことなんでしょうか。喜びを、やっぱりしてるときっていうよりは世の中に出たときが一番高揚しますね。特にロゴデザインとかもやるんですけど、なんかそのお店の看板だったりとかがやっぱ街で生きてるのとかを見るとすごくなんか嬉しいなと思いますね。そうなんですね、なるほど。今ちょっと、はい、画面では、なんか玉丘陵とか武蔵野の、ね。ああ、はい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 、はい。ああ、懐かしいですね。そうなんですね。そういうなんかこう、地域に密着じゃないですけど、地域のもいろいろご経験があるんでしょうか。そうですね。地域のデザインは一番やりたいなと思ってますね。今なんか、プログレスではグローバルブームなんですけど、僕は結構逆にローカルを極めたいなって思ってて。さっきもちょっとお話伺ってて、ね、国分寺のところにずっとお住まいだっていうのを自己紹介でもおっしゃってましたけれども、はい、私もちょっと武蔵野の方に住んでいたので教習もありつつ、武蔵野の魅力は何でしょうか。武蔵野は、僕は国分寺に限って言えば、僕が国分寺に1個コピーを作ったんですけど、何がいいってちょうどいいっていうコピーをつけて、ちょうどいいんですよね、何か。なんかこう、肩肘も張らなくていいし、町すぎず、田舎すぎずっていう、なんかこのちょうど良さがすごく気に入ってて、なので、僕はこの町を愛して、この町で死んでいこうと思ってます。ですね。まあ、何かその国分寺らしさみたいなものが、八潮さん自身のデザインに何か影響を与えたようなことはありますか？なんか、僕よく言われるのは、ちょっと柔らかいんですよ、僕のデザイン。硬く作ろうと思えば作れるんですけど、基本的なベーシックはすごいちょっと多分ポップで柔らかいっていうのがあると思うんですけど、多分この街のゆるさが操作してるんじゃないかなって思うことはあります。そうなんですね。逆にそういった街とか環境で ご興味がある他の街はありますか？なるほど。そうですね。海外とかは特に思いつかないんですけど。日本でも結構なんですけど。はい、西泳ぎがすごく好きで。なるほど。はいはいはい。西泳ぎの駅前周辺の飲み屋館とかめっちゃ好きですね。あ、いいですね。なるほど。なんかちょっと中央線の雰囲気が僕はすごく好きなんですよね。中でも西泳ぎは中央線の雰囲気がとても好きで。いいですね。なるほど。中でも西荻はその中央線感がめちゃくちゃちょうどよくあるな。ああ、そうなんですね、好きです。引っ越すなら西荻です。西荻ですちょっと横移動みたいな感じです、ね、ありがとうございます。そうですね、わかりました。で、まあ、さっきちょっと最初にこう、会社員から独立されたときにもちろん最初はお仕事が、ね、変化だったんですけれども、まあ、そうやって例えば表現する場がなくなったりとか、今、まあ、例えば、ね、もちろんいろんなアーティストの方コロナで表現する場がなくなったりとかっていうのがあると思うんですけど、まあ、そういうふうなことが起こったりしたら、八潮さんはどういうご自身が反応されると思いますか？実際問題、ちょっとコロナの時期になって結構広告業界大打撃受けてまして、やっぱ全体的に仕事がガクンと減ったんですよね、はい、で僕もご多分に漏れず5月は特に暇で、ああ、そうなんですか。でちょっと暇すぎてまず動画編集とか YouTube を始めてみたっていうのと、まあ、その中でプログレスに入ったっていうのもありますね。あ、そうなんですね。なんか暇だったので、なんか欲しいなっていうのがあって、なんかきっかけになればいいなと思って入らせていただいたっていうのは正直ありました。なるほどね。どんなお気持ちでしたか、その
暇な時と、暇な時と言いますか、ちょっと落ち込んだ時。ああ、1年目の暇な時を思い出して。いや、本当仕事がないとね、孤独になるんですよね、人間って。なんか世の中に求められてないのかなっていうような気分になってくるんでね。そこはやっぱ1年目も辛かったですし、5月も結構気分的には結構食らってましたね。なるほど。じゃあ3月4月はその まだ前のものが続いてたような感じだったんですか？そうですね、3月4月に動いたプロジェクトも中止になったり休止になったりとかで、5月は本当に散々でしたよ。本当に。でもなんかだんだんこう影響が見えて5月でドーンっていう感じだったんです。そうですね、はい、そうですね。じゃあまた新たにでもないですけど、そのまた再開したりとか、新しいものがこれから始まるっていう。ただ悪いことばかりじゃなくて、ずっと動画をやりたい気持ちあったんですけど、めんどくさくて先延ばしにしてたんですよ。はい。ただそれをやっぱやり出すきっかけにはなったので、なんかちょっとこの騒動で一個進化はできたかなっていうのは、少し思ったりをしてますね。はい、なるほどなるほど。